先生、おかげさまで記憶の方は、あ、怪我の方はだいぶ良くなったんですけど、やっぱちょっと記憶の方が全然元に戻んなくて、いやもう本当何も覚えてないんですよね。あの事故以前の記憶が全く。先生、俺このまま記憶戻らないまま生きていかないといけないんすかね。先生、命があっただけでも同じってそれ本気で言ってます？じゃ逆に聞きますけど、先生が朝起きて僕のこの見た目になってたらどう思います？最悪そうでしょ。今俺そういう状況だから、事故後初めて鏡見た時僕どう思ったと思います？あ、外れだって思った。何をどう経てきたらこの見た目の人間が完成するんすか。体が重いなと思ったら太ってた。カツラ外そうと思ったらこういう頭だった。あれ、ちょっと汚れてんなって思ったらこういう色だった。先生、すごい今更なんすけど、なんで俺日本語喋ってんすかね。この見た目で日本語だけっておかしすぎるでしょ。何このリアル日本語吹き替え版状態、ね、先生、俺何人なんすかね。それ結構重要なことでしょ。日本語喋ってんだから日本人って。やかましいわ、おい。あんた本気で言ってんのか、それ。じゃあなんで僕はアメリカンフットボールをあんなに面白く感じてしまう。じゃあなんで僕は週末になるとホームパーティーを開きたくなる。じゃあなんで僕はウーピーゴールドバーグを見るとちょっとムラッとしてしまう。アメリカ人だからじゃないのか。アメリカ人だからウーピーゴールドバーグを見るとちょっとムラッとしてしまうんじゃないのか。な、先生、俺のこと殴ってくれよ。そしたらそのショックで、あの、記憶が戻るかもしんないでしょ。早く殴って。もう俺もしかしたらめちゃくちゃ金持ちだったかもしんないじゃないですか。そしたら今後の人生ギリギリプラスでしょ。ね、早く殴って先生、早く先生殴って、強く、早く先生強く僕を殴って。監督さん入ってこないで。大丈夫、プレーじゃないから。変なタイミングできたね。しかもこういうの相場は顔だよ。あ、でもおかげで思い出した、俺全然売れてねえ芸人だ。あ、外れだ。